新年明けましておめでとうございます。今年もですね、分かりやすく充実した内容で様々な情報をお届けしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。今回1回目の情報はですね、昨年末に発表されましたグリーン住宅ポイント制度についてお届けします。今回覚えていただきたいポイントは3つあります。1つ目、ポイントの期日について。2つ目、ポイントとなる工事ですね、そしてそのポイント数について。3つ目、これ一番大事なところですよね、ポイント交換についてのお話をさせていただきます。まず1つ目のですね、ポイント期日についてですが、令和2年の12月15日から令和3年の10月31日までの工事が対象になっています。もうこれすでに始まってるんですよね。ただまだ事務局が開設されていないため問い合わせなどはできない状況です。ただ契約から工事の着工、そして申請までの流れというのはおそらく前回までの流れと一緒だと思いますね。いや、突然決まるんですよね。私どもでもですね、タッチの差でご契約できなかったお客様もお見えになるんです。私どものせいではないんですけども、申し訳ないなっていうふうに思います。2つ目のポイント数です。いくらもらえるのかということですけども、基本的にリフォーム工事の場合は最大30万ポイントです。ただしこちらに書いてありますように、40歳未満の若者世帯、18歳未満の子供さんのいる世帯、そしてですね、安心ある住宅を購入してリフォームする場合の方、これらの方にはですね、それぞれポイントが加算されるわけなんですね。これからですね、ポイントとなる6つの工事の項目についてお話をします。ただその前に重要なことを1つ申し上げておきます。これから申し上げるですね、1番から3番までの工事に関しては、これは必須項目です。必ずどれか1項目をやらなければポイント申請の対象とはなりません。逆にですね、4番から6番までの部分に関しましては、これは1番から3番の必須工事をやってない場合というのはポイント対象にはなりません。つまりどういうことかというと、4番から6番の工事に対しては単独で施工したとしてもポイント対象にはならないということですので、ご注意ください。1つ目の工事ですが、これは断熱窓の改修になります。このチャンネルでもですね、何度も申し上げてきましたけれども、窓というのはですね、最も熱が逃げやすい場所なんですよね。例えばこの冬の時期だったら約6割の熱というのが窓から逃げてしまっているんです。ですから省エネの基本というのは窓の改修をしなければ何ともならないということがよくわかるわけなんですよね。これにはですね、4つの工事が対象となってまいります。1つ目はですね、今お使いのガラス自体の交換。2つ目はですね、今お使いの窓に内窓を設置する。3つ目は今お使いの窓自体を取り替える。4つ目は玄関ドアの交換となります。4つ目のですね、玄関ドアについて言えば、地域によってですはね、対象となるドアの種類が異なりますので、品番を必ずご確認ください。2つ目の工事対象は外壁、天井、壁、床のですね、断熱改修にあたります。これはですね、ちょっと分かりにくいんですけども、外壁とかですね、お部屋などのリフォームをした場合に、天井や壁、そして床に定められた量の断熱材を使用することでもらえるポイントです。この断熱材はメーカーの種類によってポイントの対象となる断熱材の使用量が異なってきます。当然ですね、断熱性の高いタイプは少しの量に対して、低いタイプはそれなりの量を使用しなければなりません。ですから例えば一部屋のみのリフォームをお考えならば、比較的断熱性能の高い材料、断熱材ですね、そちらを使用することをお勧めしています。3つ目の工事はですね、省エネ効果の高い住宅設備の設置および取り替えに対するポイントです。これはですね、たくさんありますので1つずつ説明していきますね。1つ目はですね、新たに新設する太陽熱利用システムです。これ太陽光発電ではないんですね、いわゆる天日のようなものですね。そして節水型トイレ、これはほぼ今の全トイレの機種が対象になっていますので、安心して取り替えいただければいいと思います。3つ目の高断熱浴槽、つまりユニットバスへの取り替えですね。これもほぼメーカーの全機種が対象になっていますので、ご安心ください。3つ目がですね、高効率給湯器。これに関してはですね、給湯器だったら何でもいいというわけではないんです。これはエコキュートやエコジョーズ、エコフィールなどの省エネ効果の高い給湯システムへの取り替えが対象となっています。ですからよくご確認の上に決めることが大切だと思いますね。4つ目はですね、接頭水栓の使用です。これは省エネ効果の高い節水式の水栓器具の使用となります。キッチンやですね、洗面所ですねの際によく使用されています。これもよく確認をしてください。これもすいません、もう一度申し上げますけれども、
今まで申し上げた1番から3番までの工事ですね、これは必須項目です。どれか1つでもやればポイントの対象にはなります。1番の断熱窓の改修、2番のですね外壁、天井、床等の断熱改修、そして3番目の省エネ効果の高い住宅設備の改修、この3つのでしたらどれか1つをやれば必ずポイントの対象にはなります。そしてこれから申し上げます4つに関しては、これは今言った1番から3番までの工事と一緒にやらなければポイントの対象にはならないわけなんですね。でも逆に言えばですね、4番から6番までの工事をお考えの場合は1番から3番の工事を一緒にやってしまえばですねポイントがいただけるわけですので、逆に言えばお得じゃないのかなというふうに思っています。4つ目はですねバリアフリー改修にあたります。これはですね5つの工事が対象になっていますので、それぞれポイント数が異なります。1つずつ申し上げます。1つ目手すりの設置、2つ目段差解消、3つ目廊下幅の拡張、4つ目ホームエレベーターの新設、5つ目衝撃緩和畳の設置、そして5番目がですね耐震改修となります。これは現在のですね新耐震基準への対応が求められています。6番目はリフォーム化粧系への加入です。詳しくはですね国土交通省のホームページをご覧いただくと分かりやすいと思います。ここでですね一つ申し上げなければならないことがあります。前回と今回の大きな違いですね。それはですね前回まではポイントの合計が2万ポイントで申請ができたんですけれども、今回のグリーン住宅ポイントに関しては合計が5万ポイント以上なければ申請ができません。ちょっとランクが上がってしまったということですね。こちらを必ず覚えておいていただきたいというふうに思っています。3つ目のポイントはですね申請したポイントの公開についての話です。これ先ほども言いましたけれども一番重要なところですよね。前回のですねポイントの交換の内容だったんですけども、実際は家事軽減とかに関する商品ですね、その商品との交換というのがあったわけなんです。これ実は私もいろんなお客様からお伺いしているとあまり評判が良くなかったんです。今回のグリーンポイント制度も実は商品との交換が一つ上がっています。もう一つただそこには追加があります。今回は追加工事の工事代金がポイント対象になっているということなんですね。これ実は大きな違いなんです。これからその追加工事についてのことを申し上げます。今回はですね以下の追加工事金額に対してこのポイントが使えるようになります。1つ目はですね新たな日常に資する追加工事というものです。これは5つあります。1つ目、ワークスペースの設置工事、2つ目、温室環境ですね、それの工場工事、3つ目、空気環境の工場工事、4つ目、菌ウイルス拡散防止に関する工事、5つ目は家事負担軽減に資する工事となっています。そしてもう一つ2つ目がですね防災に資する工事というふうになっています。今回はですね概要のみ申し上げました。実は先ほど申し上げたようにまだ詳しいところまでが決まってないんですよね。例えば今の追加工事に関してどこまでの工事が含まれるのかということが実はまだ分かってないんです。これが分かり次第またお届けしたいと思っています。はい、ありがとうございました。今回先ほど言いましたようにグリーン住宅ポイントの概要のみお知らせをいたしました。今後はですね決まり次第ですねその対象となる工事、そしてもう一つ追加となる工事の対象物ですね、これについて具体的なこんなものが対象になりますよというご提案事例も申し上げながら進めていきたいというふうに思っています。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。